にちは。夫婦のお店カウンセラーの佐々木ひろのです。お店をやって夫婦のお店をやっていて、お客様にサービスするときに、その人の星から割り出したラッキーカラーやラッキーアイテムなどを提供すると喜ばれると思います。私はカウンセリングのときに誕生日を伺って、その方の星に合ったアドバイスをします。それは私には、人のことを投資する能力とか、ヒーラーさんのように何か見える能力とかはないんですが、星を読むことは勉強したのでできます。そうやって星を読んだことで、あ、この人はここが足りないんじゃないかな、この人の場合はこういうことが向いてるんじゃないかなっていうことが分かり、ヒーラーさんと同じ結果をもたらすことができます。それから私を助けてくれているのが毎日の吉カフェです。非番吉報という開運方法ですが、それによって勘が鋭くなったりひらめきが増えますので、お客様とカウンセリングしながらお話ししていると、あって思いついたり、この部分が足りないんだなっていうのが、自分の中で納得がいくひらめきがあります。それをお伝えするととても喜ばれています。そんな風に夫婦のお店でやっていることに生かすことはたくさんあると思います。例えばそうですね、雑貨屋さんとか星に合ったものをご提供するとか、ちょっとした占いみたいなコーナーを設けて星読みをしてあげる、そんなことも楽しいんじゃないでしょうか。そんなことができるようになるには九星気学の勉強をするといいんです。ご興味ある方は私までお尋ねください。また来週16日に、手帳の質問会というのを開催します。ご興味ある方はそちらにご参加になって、九星気学についてお尋ねいただけるといいと思います。それでは今日はこの辺で、ごきげんよう。